だ、俺は言わないよ。だ、元気にしてりゃいいなと思ってる。だってさ、マゼさんさ、俺、ケロちゃんの悪口なんか一つも言わねえんだべ。まあ、それは配信でやっぱもともとあれやからね、出てないからね、あの人は。配信者じゃないし、配信者ないし、やっぱ配信も出てないし、俺の子供も面倒見てくれたぐらいのことをしてくれたし。まあ、ケロちゃんは俺はな、ちゃんまんが悪いこと言ったことは聞いたこともないかうん、一切言わねら、だからそれはな、思うけど、まあでも、ゲルゲさんにしてもそうやし、やっぱもう、やっぱ悪口は言わん方がいい。でもまあ、配信者としてちゃんまんは悪口言う人やからね、基本は。よく言うわ。いや、それをネタにしとるやないか。だって俺のことも言うて今日は全部聞こえてきよるから、こういうこと言おったよとか。な、混ぜよるがなは、ふざけた野郎だなとか言うよ。もうそれは、読んのは嫉妬し、どうせ今日も酔ったんやろ、酔ってて、どうせ流れで電話かけてきたんやろ、いどうやいや、せ。だから、加賀の店行って、佐野になんか、給付金出てんだろうとか、なんいか、や、それ解はその説ごかちゃま混しぜてのん件だがあっろうったて。ときにな。だから、出てるか出てねえかって言ったら、出てねえものは出てねえって俺はちゃんと言うの。俺はほら、山崎に、まあ、出とる気に心配ないやろ。それは俺、香川さんに相談したんよ。香川に実は相な。談して何すんだよ。あいや、いつが別に俺に何してくれんだよ。言うよりも、その結局、何を、もう本当に50万なかったら入るような、もう、話だったやろ。で、マルコさんかな、確か。マルコなんかおめえ、前日に、やっぱりやめます。アンチに叩かれるの嫌なんで。いや、そう、出すやん、出さんやのいう話があったよな、確か。だからもう、それはそれでいいと思ったの。で、まあ、その時に俺自身が、もう本音言うたらな、もう最後、ほんなしまいせないかんのかなと思ったりして、俺は香川さんに相談入れたら、香川さんはな、多分出とるはずやって言って俺に言うたんや。香それ川。は自分が出とるから、出とると思いますよと。で、あの人にも相談したんよ。あの人って言えばわかるよ。もういいよ。名前言わなくていいよ。ほんで話したら、多分大丈夫やでっていう話しよったから、まだチャンスはもっとひどい時が来るやろと思うでと 言うて、まあもうここ最近ほれ集まりももう、コロナの影響でしてないんや、よったから、会長さんも今取っといておるしな。会長？会長は最近連絡全然取ってないよ、俺は。もう後期まあ、あ会なたも取っても、ないよったわ。だ、後期も、やってねえから。来よったから、だけど、まあ、ここ最近連絡取ってないんやけど、多分だ、まあ、大丈夫やと思うで、言って話してな。ほんで、まあ、ほんなら様子見ようかいう話になって、ほんで、まあ、あの人が言うにはな、入ったら健康になる気ええやろうぐらい言ったんよ。ふざけんなよ、ほんとよ。まあ、確かに、お酒は飲まんし、タバコも吸わんようになるしな。ジャンマンの体にとってはな、あんた健の康じゃ方が入った方がいいわ、健康になるわ。あんたの方が。俺言うとくけどね、悪いことしてもね、多分ね、刑務所に入れんのよ、俺は。病院だろ？そう、病院やから、警察病院に行くしか当ねえ分んだ指開から。かんから、そう。わかってるよ。マゼさん、もうちょっとよ、俺とよ、もう一回仲良くしてくれよ。香川とばっかり仲良くしねえでよ。チャンマンは、楽しかった時があるじゃねえかよ、俺とよ。それはわかるよ。わかるけど、もう、チャンマン、もう何もかも甘えるもん。それは俺をマザさんに甘えるよ、全面的に。
でしょ。でもちゃんまそれではあかんよ。だからでも思ったのはでもにしてもそうやけど、自分で頑張ってなんとかするっていうちゃんまを応援しよったんよ俺は。だからあのガチャ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 言ってきた時には、俺もじゃあちょっと頑張ろうかなっていう時もあったじゃねえ。 D プラスの時からの話やからね、それは。 D プラの時か。だから配信を通じて何かで頑張るっていうチャンマンが、もともとは D プラスの時に店をやるっていう話から始まって、うん、でそれがまあハクさんとかいろいろなあれがあってきて、ハクさんは、いやだから俺今ハクさんがどうしてんのか分かんねえから、それも心配なんだけど、うん、どうしてんのかなと思って、うん、俺もここ最近ハクさんと連絡は取ってないんや、俺も取ってねえよ、うん、うん、たまにツイッターで書いとは見るけどね。ああそう、俺はほら、うん、あのツイッター凍結になっちゃったから見れねえんだよ。あ、笑ってんじゃねえよジジイこの野郎。だってもう何でもかんでも凍結じゃないあなた。だからアンチがさ何をやってるか分かんねえんだよ俺も。でもツイッターなんかきちんとあれよ、申請出してきちんとやったら多分復活できるはずよ。どうかね、あれできんのかね。うん、だってツイッターの影響も、だってさ考えてみ、まずさ、うん、アメリカの元大統領も凍結されて復活できねえんだからまあねそうだろ、うん、だから無理なんだよ、もう多分無理。きちんとあれを出してないんやろ。いや出したよ俺。出してもお前帰ってこないの。しかと。しかとなよ、うん。じゃあ新しく作ってみたらどうなの。新しいアカウント作るじゃん。うん。IP で全部通される。ああ通報でな。うん。もう、もう俺はね、唐揚げ屋をやるのはマルさんに頼むしかないな。今唐揚げ屋したって一緒よ、結局チャンマンの場合は、あのそのなんていうの、お客さんが混んで潰れるとかそういうのじゃのってアンチに潰される。まあな、だから飲食はやんない方がいいってことなんだよ。配信のやり方を変えないかんわ。そっか、うん、マゼさん、だからマゼさん OSG にもう一回入ってくれよ。もうそれはもうあれじゃわ、遠慮しとくわ。なんでだよ。だったらもう何もかもなるもん、チャンマンは。違うよ、あのカチッとした考え方を持ってる人間の集まりだから。いやいや、じゃなくてよ、チャンマン自身がね、それをやったらどん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 甘えていかん方向へ行くやろ。はい、違う、甘えではないの。俺は今の OSG は俺を甘えさせてないよ、うん、ダメだよチャンマン、それダメだよってビンビンに言ってくるから。それとねチャンマンね、多分俺が戻らん方が今多分チャンマンの周りにおるその OSG の人、うん、は多分その方がいいと思うよ。そっかな。うん、そんなことねえよ。まぜよるがなっていう人間のことに、うん、いや俺をどうこうとかじゃなくて、うん、うん、多分チャンマーにとって多分その人らも俺がおらん方がかえって、俺がおったらおったでまだってなると思うよ。うん、そっか。うん、まあ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 、でも遠くから、まあでもね、ちゃんと見てるのは見てるし、たあのさ、いつもさ俺の放送見てるのやめてくれる本当に。なんでよ。いや、だって元アンチから囲いになって今アンチなんだから。いや俺はアンチじゃないよ。いい加減にし、いい加減にしれや、ジジイ、本当よ。本当よ、アンチじゃねえかよ。本当よ、うん、
加賀囲いだからね。じゃあ最後の姉妹はしてあげるよ。それは約束するわ。最後の姉妹ってなんだよ。それはもう言い換えにしてや。それは俺は香川さんにも言うとるから。最後の姉妹はせないかんのやけ。バカ言ってんじゃねえよ。最後の姉妹は静かに一人でエンディングは迎えるから。まあね、まあでも、どうしてもあかんときはあかんときで、そのときはそのときでまた。俺は、もうギブアップするときは本当にギブアップって言うから。まだ大丈夫よ。もうちょっとね、